皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。みんです。今回はですね、ちょっと諸事情により顔出しなしで、多分マリオカートツアー初めての顔出しなしになるんですけれども、よろしくお願いいたします。今回はルビーをゲットした後にルイージカップをちょこっと走り回って、その後にねマルチプレイテストが始まっているということで、そっちのお知らせをフレンドさんに向けて流していきたいなと思います。ということで、まずルビーなんですけれども、ルビーチャレンジ 1-5、 20種類のキャラのベースポイントを600以上にする。これがね、あと1匹できればルビーが4つもらえるんですね。なのでこれをまず先に収録でやってしまおうかなと考えております。ということでね、ベースポイントを600以上にするキャラクターなんですけれども、ギリギリね600を超えられそうな子がこの子なんですよなのでクッパジュニア、この子のポイントをチケット1枚しかないんですけれども上げていきたいと思います。で、603になりの、これで戻るとルビーチャレンジ 1-5 チャレンジクリアになりました。で、ルビーが4つ増えて52個ということになりますね。はい、次はルイージカップやるって言ったんだっけ。やっていきましょう。今週のランキング、私現在5位ですね。できればね1位行きたいけれども、約5000違うので、バニラレイクから行きましょうか。クッパジュニアがねちょうど600を過ぎたので、これで行きたいと思います。さあ、引っ張りますよ。もうね、今寝起きなんですよ、撮っているのが。なのでね、結構声も低めだしカスカスなんだけど、ちょっと許していただいていいですか。怖い、後ろのアイスが怖い。ちょっと、よしよしよし。なるべくね、あの、アイスマリオとね、差を開きたい。こっち。よし。で、あー、ミスった。嘘でしょ。やばいやばいやばい。厳しい。頭も動いていない。指も動かない。きっつー。はははは。OK。これ、今、ぶっちぎってるじゃん。あ、じゃあちょっと、ミスしても大丈夫かな。うんね、怖っ。お、これは結構いけるんではないか。あ、でもフィーバーが欲しい。あー、ミスった。フィーバーが欲しいよ。ダメかな。1639。お、ちょっと上がった。うわー、ギリギリ届かず。これもっかい行こう。ちょっと頑張ればさ、いけそうじゃんね。よし、2回目。頑張るよ。これギリギリこっち来といてさ。ちょっと待って、雪を踏むとね、足遅くなるもんね。うわ、後ろまたマリオだよ。やだな。嫌なやつ。よし、こっちでグイーンって回っとく。オッケー。よし。フィーバー来いよ、フィーバー。ちょっと待って。やだ、雪踏みたくない。ちょっと待って。よし。待って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 、怖い怖い怖い。微調整をしなきゃいけない感じでしょ、だってこれ。ちょっと待って、どっちだっけ、右？コースを覚えてない。これも、持って。これも、取って。オッケー。あ、待って、雪に乗ってしまった。やべ、後ろにね、アイスマリオがいるのは分かってんだよ、ほら。来てる来てる。怖い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 。カーブ、危ねえ。で、こうして、ここに置いとこう。オッケー。曲がる。あ、違う！何やってるの？やばいやばいやばい。もうマリオに抜かれた。くそー。やだ。お、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 お。1。だけどスコアが1万点もいかなかったね。お、612になった。これで、もう一回いけるかな？いや、やめておこう。完全に寝起きの気分でガチャを引きたい。10連はできない。なぜならほら、あと2日で終わってしまうから、これが。で、次のガチャが始まるから、今あるルビーはそっちに取っておきたいということで、土管1、2、どっちをやろうかな。こういう時こそ土管丸1で、シングルで、何か来るんではないか。ドカン。こうね、マジか。いきます。お願い。何かを間違えて、ウルトラレアが出る。出ない。ラリー。出ませんでしたね。ということで、運営からのお知らせ。2020年1月の23日から29日の2時59分まで、マルチプレイテストを実施しています。今回はゴールドパス会員でないプレイヤーも参加いただけます。らしいので、今夜、やろうかなと思っております。で、今回の変更点が、プレイヤー全員が参加できるようになりました。ありがたいですね。で、端末の位置情報をもとに、
近くの人とレースをプレイできるようになりました。で、これが位置情報を有効にしていない場合や位置情報を取得できない場合は位置情報を利用した機能は使用できません。これ私端末の位置情報をオフにしました。マルチプレイテストね、前回のマルチは8時からと9時からの15分ぐらいでやったのかな、なんですけど、皆さん大丈夫な時間って何時ぐらいなんだろう。だいたい10時くらいかな。今回は10時からにしますか。10時30分まで、10時から10時3分まで私はロビーで待ってます。3分になったらスタートします。30分過ぎちゃってもそのレースがやっている場合、そのカップが終わらない場合は、まあ、10時半ちょっと過ぎまでやることになるんですけれども、そこから新しいロビーを立てることはないという感じですね。ということで本日1月27日月曜日夜10時から10時30分まで、みんな忙しいけどね、来てくれるかな。で、今回のこの様子はもしかしたら収録される可能性もあると考えて、皆さん私に優しくしてくださいね。前回ね、結構皆さんにね、ボコボコにされたのでということで今回はここで終わりにしておきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。フレンドの方は後ほど夜10時お会いいたしましょう。バイバイ。